岡里美は、日本の女優。兵庫県宝塚市出身。1953年3月、天ヶ崎市立天ヶ崎高等学校在学中に、ディズニー映画、シンデレラの日本公開を記念して行われた、RKO ラジオ映画社と毎日新聞社主催の、日本シンデレラ姫コンテストに応募し、ミス・シンデレラの映画に輝く。 その副賞で1953年3月20日から4月4日まで、渡米し、ディズニー撮影所や女優、アンブライスの自宅などを訪問したり、ケイリー・グラントとの二度にわたる会食や、ソニア・ヘニーのアイスショー観覧といったハリウッド見学に招待されている。1954年に、甘ヶ崎市立甘ヶ崎高等学校を卒業後に、RKO ラジオ映画社に本支社に就職。 RKO ラジオ映画社日本支社関西支社で、支社長の秘書として配属される。しかし、東映に、スカウトされて、1955年に東映ニューフェイス、第2期生として東映に入社して、芸能界へ転身した。同期には、高倉健、今井健二、五味龍太郎らがいる。芸名を、岡里美にして、同年の映画、ご存知解決黒ずきん、新選組追撃でデビュー。 東映時代劇での貢献が大きく、東映上のお姫様と呼ばれた。1962年に東映を退社してフリーになり、映画出演も続けながら、テレビドラマに主な活躍の場を移す。1965年、在米日系人2世の男性と結婚し、引退。三子を設けるが、1975年に別居、同年離婚し、女優に復帰する。 2010年10月16日、TJOY 京都で開催された、巨匠、内田トム名優、月形隆之介と英時代劇傑作戦、内田トム、月形隆之介没後40年解雇のトークショーに出演した。ありがとうございます。